キャナスとは勇気という意味だ。サウロンの手からモルドールを奪い取るのはまさしく勇気のいることだった。キャナスとは勇気という意味だ。サウロンの手からモルドールを奪い取るのはまさしく勇気のいることだった。
一つの指輪がサウロンのものとなった時、勇気と無謀さは紙一重なのだと思い知った。次にサウロンと対決する時は必ず抜かりなくやるつもりだ。叩いている音が聞こえる。殺してやる。目玉を引っ抜くぞ。殺してやる。川の底の方が狙いやすいくらいだ。じっとしてろ。役立つに3日が超えるらしい。長いように聞こえるが、できるのは殺しと殺しと殺しだけだ。グールは崇拝されるべきだ。大切にされるべきなんだ。お前が愚かさに気づくことは永遠にないだろう。だから愛するグールのため、お前には死んでもらうしかない。
軍道。水城に帰還せねば。勝利は戦線だけで決まるわけではない。なんだ。お前はもう死ぬ。今のが見えなかったのか。
バラノール、オークを狩り尽くしていないぞ。まだ残っているが、狙いは一匹だけ。最後の護衛が攻撃を率いているんだ。狙いは同じ多くか。軍団長の元に行くにはまず奴の護衛からだ。前にもこんな経験があるようだな。うんざりするほどな。指示に従おう。同じウルクを5回殺したことがある。地面に倒れる前にな。切り落としてやりたい。モルドールは始まりに過ぎない。中津国でさえ彼は満足しない。見るかな。
ゴンドールからの挨拶だ。あの小さい雲たちがさらに大胆になった。虫けらどもが怖がっていました。誰かが暗殺者を殺した。殺しで階級を上げた変なナイフを持ったバカだ。いい厄介払いだ。やつはすか酔ってる時は面白いやつだった。ミナスイシルのためだ。するやつだ。見つかるのは自分の死だけだぞ。